こんにちは。ご視聴ありがとうございます。では続きを言ってみましょう。ココちゃんから謎のメッセージ投げられたところからですね。たけし君視点。国月の国アニスズシホトトギス。これゆうちゃんのおばさんに直接聞いたのか。え？超能力を使って知ったのか。国アニスズシホトトギスって言ったんだよ。の人とも話せるんでしょうか。でもしょうがないじゃん。ココ、タケちゃんとお話ししてたんじゃないんだもん。そうですね。ココはね、今一元の生命体とお話ししてたの。向こうの世界の北端と話してましたね。つまり北端視点で時々現れたココちゃんは幽霊じゃなかったんですね。なんでそうやっていじめるんだよ。寝不足になっちゃいますね。すぐ涙出せるの？なかなか女優ですね。一緒？タケピョン、ココと添い寝してくれるの？たけし君とココちゃんのカップルあるんでしょうか。ないか。またあの歌ですね。これももしかしたら歌詞がすごく重要なんでしょうけど、一つ一つ意味を探っていくのがめんどくさい。とりあえずまやちゃんとここちゃんが歌うことに何か意味があるんでしょうけど、長くなかったですか？長弓背負いし月のせい揺れの中より待ち降りぬ今宵柳つくより林早く今度の待ち降りぬ眠りたもぬくと丸みて眠りたもこちゃんのお母さんもつぐみんと面識あり？ココちゃんのお母さん何歳？だって2話の最後に海に抱かれてってところがあるでしょ。覚えてませんよ。それにこれママに教えてもらった子守歌だし。ココちゃんのお母さんはつぐみんより年上ですよね。だから月と海の子守歌なの。ゆうちゃんのおばさんも同じくらいですね。つぐみんのことだよ。え？ここちゃんのお母さんがつぐみん？お母さんじゃなくてつぐみに教えてもらったってこと？この水族館に来てから覚えたの？紛らわしいですね、ここちゃん。この歌とここちゃんのお母さんは関係ないんですね。つぐみんが歌って聞かせてくれたの。たけし君と北端と同時に会話してるの？ここちゃんすごい。なんでありえないの？有名ではないけど知ってる人は知ってるくらいの認知度の曲じゃないの？まよちゃんと北端のお母さんのオリジナルソング？かなりセンスがいいですね。音楽関係の仕事してるんでしょうか？歌詞もメロディーもただの子守歌にしてはハイセンスですよ。ピアノの先生とかでしょうか。まあそれはさておき、それをつぐみんが知ってるってことはまよちゃんたちのお母さんとつぐみんも面識ありってことですね。自分で言ってること変だと思わない？え？北端は今混乱しちゃってるんだ。だからついつい本音が出ちゃったんだよ。本音？北端の中にいる本当の自分がぴょこって顔を出しちゃったの。本当の自分？幼い少年ってこと？いい？北端、よく考えてみて。あの子守歌、つぐみんが知ってても別に不思議じゃないよね。まよちゃんのお母さんとつぐみんが知り合いってことでしょ？つぐみんに教えただけかもしれないじゃない。まあそれもありますけど、でも仲悪いですよ。まゆちゃん、つぐみに平手打ちしてましたよ。命助けてくれたのに。命の恩人ビンタしたって何かありましたね。で、つぐみんがココに教えてくれて。つぐみんはココちゃんには優しいですからね。それは普通にありえますね。たけし君にも歌ってあげてほしいですね。なんでそう思うの？オクタンも混乱してるけど答えられないかな。代わりに教えてあげる。コクタンはね、ココのいる世界にマヨちゃんが存在しないことを知ってるんだよ。ココちゃんのいる世界はたけし君視点の世界ですね。そっちではマヨちゃんは最初の警報で地上に逃げたか、研究所のどこかにいるのか、水族館の中にはいないってことですね。それを北端は知っていると。北端もパラレルワールドを見る能力があるってことですね。まあでもループした時に北端は結構忘れちゃうんですけどね。ココちゃんは他の世界のことを知ってる上に忘れないんでしょうか。ココちゃんがリーダーになって的確な指示を出せば全員生きて脱出できるでしょう。ココちゃんが体調はちょっと難しいかな。だから今「そんなはずない」って言ったんだ。つぐみんが子守歌を知ってるなんてありえない。そんな風に北端が思っちゃったのも実はそのせいなんだね。そうでしょ？ちょっと大丈夫だよ、怖がらなくてもいいの。頭の中が整理つかない。もっと自分の気持ちに正直になって。正直と言われてももう嘘なんてつく必要ないんだから。嘘ついてるつもりはないんですけど、北端はループした時に忘れちゃうんですよ。たけし君視点の世界でしょ。ほらまたそうやってすぐ嘘つくんだから。とぼけてるわけではないんですけど、記憶が部分的に北端はココのいる世界のこと知ってるはずでしょ。見ることは見れるんですね。でもそれをずっと記憶しておけないと。さんは頑張れば思い出せるんですよね。断片的に。そこにはマヨちゃんがいなくてすぐみんが怪我しちゃって顔の血がもう一人の自分が存在して、ココちゃんはやっぱり全部把握してるんですね。そういうこと北斗は全部知ってるんだ。知ってたけど結構忘れちゃうんです。あ、やっと本当の自分出す気になったみたいね。答えしましょう。本当の自分っていうか、ココはね、何でも知ってるから、何でも知ってるから、マヨちゃんのことも知ってるの。ココちゃんの能力は本物でした。それはどうしてかっていうと、ココには超能力があるからなの。認めましょう。使えない超能力とか言ってすみませんでした。ココちゃんは本物のエスパーですね。ココちゃんがリーダーになるのは難しいから、ココちゃんは知ってることを全部つぐみんに話しましょう。つぐみんに仕切ってもらえば全員無事に脱出できますよ。まあ、つぐみんだけじゃなくてソラさんも含めて全員に話しましょう。みんな分かってくれると思いますよ。うしし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 し。こまかしてなんかいないもん。本当のことなんだもん。本当のことをみんなに話しましょう。じゃあ逆に聞くけど、どうしてココのこと知ってるの？知ってたの？一番最初加減圧室で会った時、コクタンはココの名前言ったよね。なんでかな？その前に会ったのは幼い方の少年ですね。だから北端はココちゃんに一番最初に会ったのは加減圧室ですね。名前を言ったかどうかは忘れちゃいましたけど、前の週の記憶が残ってたんですね。たけし君視点で加減圧室でココちゃんと少年の話し声が聞こえたのに、たけし君が部屋に行ったら少年がいなかったシーンの謎も分かりましたね。予知というか記憶ですね。ピピのことも知ってますよ。北端、ピピのことだって知ってるはずだよ。忘れちゃってる。北端に比べたらつぐみんの方が前の記憶が残ってるんでしょうか。おかしいな。あ、ピピっていうのはね、ココの飼ってる子猫のことなんだけど。猫？やーいやーい、引っかかった引っかかった。んな小学生のふりして侮れない。今ここが「子猫」って言った時ビクッてしたよね。ビクッてしたよね。見事に引っかかりました。なんで驚いたりしたの？どうして？北太、ピピが犬だってこと知ってたんでしょ？だから驚いたんだよね。普段は小学生みたいにしてるけど、時々中3に戻るというか、それ以上の知恵が働く。ココちゃんには油断できませんね。もうとぼけるのはおしまい。演技するのもおしまい。演技してるわけではないんですけど、北丹はココのいる世界を今までずっと見てきたんだ。そうですね。だから全部知ってるんだ。これが第三の目なんですね。聞いたことありますね。ほいからこんなことも覚えてるよね。まよちゃんと水深34メートルの海の中から脱出したこと覚えてますよ。ナッキュと裁縫効果を使って脱出したこと覚えてますよ。忘れちゃったなんて嘘ついちゃダメだよ。覚えてるはずなんだから。一番印象に残ってるのは地獄のバッドエンドですよ。ここも北丹と一緒なんだよ。だから北丹の世界のこともここの世界のことも知ってるってわけ。どう？納得した？全部を覚えていられるココちゃんの方が能力者としては優秀ですね。ココちゃんがもうちょっとしっかり喋ることができたら、全員を無事に地上へ導けますよ。ココ、北丹の知ってることはみんな知ってるの。しかもね、北丹がまだ知らないことまで分かっちゃったりするんだ。一番情報を持ってるのはココちゃんでした。まだ知らないことっていうのはこれから知るであろうことっていう意味だよ。とはいえこんな突拍子もないことを急に告げられても頭の中がぐちゃんぐちゃんになってて理解できないかもしれないね。そうですね。まだしっかり状況把握できてないです。だけど必ずいつか分かる時が来るから。だからもう一度だけ言うけど、絶対に自分に嘘をついちゃダメだよ。いい？分かった？急にお姉さんみたいになった。北丹より年下なのに。ココちゃんがこっちの世界のつぐみんにも全て話してくれたら、会いたかったからだよ。ココ、君のこと待ってたんだ。こっちの世界では北丹としか会話ができないってこと？待ってたんだ。そっか、誰とでも話せるわけじゃないんですね。奥田が第三の目の能力者だから。会いたくて会いたくて会いたくて、だから北端とだけ話せるんですね。なるほど。この無限ループを終わらせるには2人が力を合わせるんですね。もう一度どうしても君に会いたくて、たった一人で一人ぼっちで待ってたんだよ。一人ぼっち？一人ぼっちではない気がしますが、どういうこと？しばらくの間お別れだね。いつでもってわけじゃないのね。ほいじゃあ消えちゃう前に一つだけいいことを教えてあげる。っていうかもう気づいてると思うけど、北端が見たあの夢は夢じゃないからね。夢？現実に起こったことだからね。今ここが言ったこと忘れないでよ。今までのパラレルワールドのこと？忘れないようにしっかり覚えておきますよ。じゃあね、北端。やっぱりここちゃん編は最後はココちゃんと北端が結ばれそうですね。セーブ。はい。というわけで、ココちゃん編の5回目でした。今回はまるまるココちゃんでしたね。まだ細かい部分は腑に落ちないというか、理解しきれてなかったり見落としてる部分とかもありそうですが、大枠は理解できたというか、今後の対策の方向性は定まりましたね。今まで一番情報を持ってるのはゆうちゃんのおばさんと思ってましたけど、実はココちゃんでした。つぐみんよりも全てを把握できてるみたいでしたね。ココちゃんは思った以上にすごい能力者でした。でもその割にはピーフブラウンに感染してることとか分からなかったんでしょうか。まゆちゃんと北端が双子ってこととか、はるちゃんとあきちゃんが双子ってこともココちゃんは全部把握してるんでしょうか。本当はココちゃんにリーダーになってもらって全員で無事脱出を目指したいところですが、ひよこごっこしたりたけし君に絡んでる時は小学生みたいになっちゃうし、今回北端に見せてくれたお姉さんっぽいココちゃんとの落差がすごいですね。とにかく今後どんな展開になったとしてもキーとなるのはココちゃんと北端の連携ですね。いつでもどこでもというわけにはいかないみたいですが、可能な限りこの2人が情報を共有して他のみんなをうまく導いていけば真のハッピーエンドにたどり着けそうですよ。というわけで今日はここまでにしますね。最後まで見てくださりありがとうございました。